あ、すいませんね、これちょっとあのサムネイルで、これ時々へーとなる場合があるから、ちょっとこういうの作ってるんだよな、前もって20秒くらいで作ったから。そういうことでした。要はね、吉祥寺の皆さん、いいところですね。うんと、ここですか、あの多摩地域と東京23の境界線の町で、ここか、うん、すごいね、境界線の町か、通りで都市化が進む。ああ、やっぱり小池優子さんたち、毎日東京都23、昨日参りした場合多摩地域に戦力集中し、知ってましたよ。ああ、やっぱりあの信号じゃん。ああ、戦力を集中し始めた。ああ、結構予算回してたってことで、多摩地ね、その鉄腕ダッシュでも、あれ見たの通りね、国分寺とか、あの国たちね、いろんな企画やってるみたいな。ああ、城島さん知ってますよ、あれ。そういうところじゃあ、要は、ああ、やっぱり多摩地域こっそり、都市化を兼ねて要塞化してたの知ってますよ、要塞化、ね、あとは地下防空壕を再設置すればもう無敵や。要は日本ね、地下防空壕を設置してないんですよ。なぜかというと、地震が起こるから破壊された地盤沈下で、それは大丈夫だと思うわ。だって日本銀行のな、本当に富裕的な必要なだから、あの中国っていうか、まあ、あの明日はね、震度10まで耐えられるような頑丈な巨大金庫があるからね、こう経済者は地下防空壕作れてやる。別に言われんから、あんなもん地下10メートル無理、こんなもんしたら誰も気づく。幽霊振動で、なんだ地震かで、前もって通知してるから、今ちょっと地下トンネルの、地下鉄の、改善工事中です。ちゃんと通知が来るから、こういうところに。そうでしょ皆さんも、こんなもんで電車だろうが、道路だろうが、あれでしょ、こういう建物ちょっと、そう深夜に、工事するね、ごめん、ご了承お願いしますって。そう、こう神来るやろ、こう同じです。ほな、さあ、中国大使館とロシア大使館、さあ、あれを押しましょう、あの抗議集会、さあ、あなたたちめっちゃ、さあ、要はね、日本政府がやったクライスアクターズして、もう国策の抗議集会、さあ、やらせ、さあ、おかしいと思ってん、さあ、おかしいと思ってん、さあ、バレちまってん、さあ、こういうこと、極右団体、もう黙り、抑え込め始めたい、さあ、やぶ、動き始めたい、広島の共同会、なんか、ああ、あの人たち、圧力かぎ始めてん、山口の司氏、合同会がなんで名古屋になって、なんで名古屋、愛知に移ったんさ、やっぱりな、ここの極右団体、抑えるために来たんや、もう、でも、これで警察沙汰になってたんや、よー、警察、そういうことやな、もう原因がこれやったか、ほんまこと。よ、俺ね、あの取り調べいいね、サングラスかけて、あ、ちょっとこれ外せて、いや、そんな注意喚起なかった、そういうことはなかった、かけたまま、事情聴取したい、現場で、聴取したい。まあ具体的に言うと指名手配やんかって、なんでやねん、なんでこれを調べてたんかい。だいたい、俺ね、いつも言ってる、俺逮捕しますか、逮捕されるんですか、いや、必ず言ってますさ、必ず違うんでしょ、揉めた時これ言ってます、心に必ず言ってますね、どうかね、あ、こんなもんね、そういうことやな、そういうことやな、本当びっくりやな、さっきの抗議集会の皆さん、オリンピック反対見まして、まあ、ああ、それはやらせなのかどうか皆さんで決めてください。こういうことでした。あと見させてもらったね、本当に。状況になってください。単純明快情報の強者になってください。それでいいんや。弱者と強者。これ状況。でもね、やっぱ東京も政治格差多かったね。やっぱ多かったね。あの皆さん一言言うわ、そう、あの東洋ばかりは正義じゃないね、こういう抗議集会見るのも大切やで、いいんやで、あのね、西九条の時でも、ああ日本維新の会の皆さん、そう、皆さんなこうやってなこの吉祥寺みたいに、ああで素通りへも駅とかに行ってたのが現実、あの人は嘘ついてます、ああバレてます、
下宿場のいた自称のね、あの脱原発団体の関係者たち、呼ばれてますよ。そんなもん言いませんでしたよ。40分近いな動画で配信した通り、そんなもん言いませんでした。あのが現場見に行ったの、バレてます。みんなあの素通りで行ってます。そんなあのちょっかい出しません、邪魔してません。それこそ警察団になってました。当たり前です。同じこと邪魔しないで、みんなこうやって吉祥寺の皆さんの素通りで行ってます。ああやってね、こっち側に行って出る通り、そういうこと邪魔しない前提で出るの、聞いてるのは分かってる。我々は中立だってこと、皆さんの自由です。意味、こういう意味で通ってるの。みんな、いろんなとこ行ってるからね。時間を湧くわけにいかない。そういう前提で聞いてるの。自称の脱原発団体関係者。滋賀の長浜の脱原発。見らないじゃん。あの人たちはよっぽど、まともや抗議手。京都の皆さん、安全抗議手。ああ、私も正当です。少数制でやってるのは正解です。少数制。それが良かった。あれが良かったです。リチャード・コジミツさんたち。要は国会議事のオキュピーのね、中田町って。無理。そんなことしたらね、自民党はね、警察騒動にして、弾圧する可能性、弾圧する可能性あるから、それでね、でもそれをすると、オリンピック中止とか国際社会が批判されるんや。こういうこと、今 G7 もオリンピック支持で第6カ国支持する言ったんだけど、でも現実は甘くないってこと、こういうことですね。私が現場見た限りね、ここも大丈夫だった。単純面3密会って言うけど、もうこれは関係なかったと思った。このコロナ、日本側の発表ね、ペロ事務総長、これが今の東京都次期多摩区になるね、多摩特別国だね、特別だね、特っていうなる吉祥寺です。これが現場ですと、ほとんど大丈夫ですね。要はね、安倍晋三らはね、必死こいてオリンピック開催もう無理やってん。こいつは最初からね、今安倍晋三こっぴどく責任追及されるしね、こいつの8人がずさんな体制、山も現実見せられてびっくり、新宿もな、そういうことは恐ろしい、バレちまって、昨日の夜ね、たまたま、そういうこと無理、物的証が回収した、世界中に流した、これが日本の実態ってことよ。現実も見てぶち入れたってことよ。日本の事業、独立中小企業の皆さん、ご覧に責任転嫁しても無理。以前から採算度外視の事業をしてる、知ってるで、知ってるで。これ大手の金融機関、融資、少し止まってもて、言ってたよ。無理、あなたたち悪質だから、融資を止めてたよ。当たり前です。そんな返済不可能なところに融資なんてできない、そんなもんです。三菱UHJ フィナンシャルグループ、その傘下の、KDI とかセブンの知ってますよ。悪質なフランチャイズ契約の店舗もあるの知ってますよ。知ってましたよ。これでセブン伊沢社長もめちゃうの知ってますよ。よく加盟店と作るね、労働組合ってね、セブンそう労働組合よもめちゃう、そうでしょ。そうでした。そういうことでしたが、わかりましたね。ではそれは労使交渉してる証拠ですね。ああいう裁判で形で、労使交渉してる世界に証明して、報道したってことや。ああやってね、警備員が、長くなってきたね。小池百合子さん、こっそり条例とか作ったよ。都民ファーストね、単独で過半数取れるから、争点になって、要は自民党、公明党がね、合わせて50議席ぐらい取ってるからな、この均衡を破壊すれば、衆議院に激震走らせる、世界中報道するからな、過半数を占めた。多分日本共産党は少し増やす、立ち見も、10議席か10、20議席、
多分自民党公明党は半減すらもう10議席であるの半分以下だな。そう、まあ、タウンファーストは、ね、もう単独ではいかんが45議席取ればもう勝ちやん、うん、最低議決必要のな、勝てば勝ち。そう、これで勝ってしまえばいい。吉祥寺さん素晴らしいね。三菱 UFJ フィナンシャル、三井住友フィナンシャルグループ本店リソナーグループもあるからびっくりね。みぞフィナンシャルグループびっくりですね。本当に素晴らしいですね。要は架空世界 SOEMI ジャパンね、日本はね、まあ、ジャパンね、まあ2つと同期がさ前、まあ、公式にさリソナーグループにこっちに任せてん株券ね、管理ね任せてんよ、まあ、預貯金口座に関してはさ、まあもういいって言ったら自由で言ったら新生銀行で構わんって言ったらネットバンキング寛大やからね、寛大な、もういろいろ多国籍企業はねほとんど指定口座はないんや大抵、お任せしますっていう店長ね。 Facebook もね、 Facebook Japan 作ってるのね。ここも三菱 UFJ フィナンシャルグループとかいろんなところがあって、で皆さん株券はこういう信託銀行の名前で送られてきます。そう、ここで、まあ、ここからね、私も東宝さんとか持ってたね、この株券持ってた、あと ABEX のね、ホーリング株券持ってたね、まあそれはこの三菱 UAJ 信託銀行名前で、そう、封筒はと株券のね配当金のね、そういうことでした。そうやって届きます。そうほんで投資はまあね、まあ、三菱住友フィナンシャルと信託銀行名前で三菱3回そう株券の管理してるだけで、実際には投資、まあ、いろんな三菱 UAJ フィナンシャルグループも取引してるから、ちゃんと金融機関して口座自体はもう、ね、どこでもいいって言ってもそうやってきたんや、まあ、そういうこと。 KDDI は一応ね系列の関係で三菱 UAJ フィナンシャルグループ、うん、でも全体的にまあもういろんな金融取引し始めてるからね、もうこのことやもう昔のような系時代はなくなったんや。そう、結構はなくなった。そういうことでした。吉祥寺の皆さん、いいとこやね。本当いいとこやね。さすが未生米ね。榎本敦子さん、ここにまさか幼少期過ごしてたらびっくりやな。本当びっくりやな。そう、アニメ界に多分東京都23、多分だいぶこういうところに住みながら多分通勤してるって言うのね。そういうことでした。